佐橋湊斗19歳二度目の桜散る。ごめん母ちゃん、今年もダメだった。え、あんたどうすんの、こっち帰ってくんの。ごめん、ちょっと考えさせて、近いうち電話する。うん、じゃあ。続いて経済関連のニュースです。巨大総合企業 MBI 社長美中氏は新東帝都株の8割を買い占めたことを発表しました。これを受け帝都議会からは反発の声が。帝都まで買い占める企業ってどんなだよ。MBI ってあのビルの会社だよな。帝都一高いって新東帝都か。都会に憧れて上京してはみたものの、大学は2回落ちて、他にこれといってやりたいこともない。ましてやこんなんで彼女なんかできるわけもなく。え、おわ、あ、あ、やっぱり飛び降りるには高すぎました。ありがとうございます。あなたが受け止めてくださったんですね。受け止めたというか、かわいい。危ない。逃げたって無駄よ。私たちと戦いなさい。私はまだ戦いません。そっちにその気がなくたって。な、何バリって。こっちにもあるのよ。待て、この